92式重爆撃機、92式重爆撃機は、1930年代の、大日本帝国陸軍の試作重爆撃機。基番号、試作名称は機二0古称、略称は92式重爆、92重など。本機の設計元は、ドイツのユンカース社が開発したユンカース G38、大型旅客機であり、機二0としての製造はそのライセンス生産権を、 買い取った三菱重工業により生産された。設計事務者は中田信史郎技師。当時としては世界的にも破格の大型機であり、翼服、翼面積は後に開発されるアメリカ陸軍航空軍の B-29 よりも大きく、また後にも先にも日本陸海軍機、日本機中最大の機体であるため、内外において俗に92式長銃爆撃機、 超重爆撃機、超重爆とも称されていた。しかしながら製造中に時代遅れの機体になってしまい、生産は6機で打ち切られ実戦参加することなく退役した。1920年代以末、帝国陸軍では将来フィリピンに進行する可能性を考慮し、その際に障害となるコレヒドール島のアメリカ軍基地を台湾から長距離爆撃できる機体を発案した。また、 仮想敵国であったソ連赤軍が大型爆撃機、スポレフ TB-4 を開発中との情報もあり、それに対抗できる同等性能の機体が欲しされていた。そのような経緯により、三菱に大型爆撃機の開発が命じられることとなった。1928年、昭和3年2月の本期の決裁案では、方根世界における軍事航空進歩の趨勢に、 韓米帝国陸軍に、お手も国内陸上根拠地より、船舶輸送にいることなく直接、主要作戦地に独立飛行士爆撃及び、定に認知毒液行動を径大なる、超重爆撃機、攻略とされていた。当時の日本の技術水準では、大東西量と長距離飛行と同時に実現できる四発、大型機の自力開発は無理であったため、その頃、 世界最大の単要陸上機だったドイツのユンカース G38 大型旅客機、正確には同型のユンカース K51 重爆撃機の製造ライセンスを1928年に三菱が購入し、それを参考にして機体開発を行うこととした。設計、製作にあたってはユンカースの技術者を日本に招聘し、 陸軍の指導監督の下で国費裏に開発が進められた。なお1号機、2号機の主要部品はユンカースから購入、輸入したが、ノックダウン3、3号機以降は、同社からの部品購入は、最小限都市主に国産部品を使用した。1931年、昭和6年に試作1号機が完成し、各務原飛行場で初飛行を行った。 機体は武装と偽装以外は、ほぼ G38 のままで、ユンカース独特の全翼機構想に基づく大きくて厚い主翼を持ち、胴体や翼は波板外反で覆われていた。主翼内は搭乗者が通行可能で、飛行中にエンジンや翼内タンクを点検することも可能だった。爆弾は胴体と主翼下に堅調し、旋回機関銃の銃座は騎手と、 胴体背部との他にエンジンナセルの上下にも設けられていた。固定式の主脚はタンデム二輪式で左右一機ずつあり、オリンも有していた。また三枚の垂直尾翼を持ち、それを上下から挟むように水平尾翼が取り付けられて、尾翼全体が箱型になっていた。本機は試作要領において、自衛用の武装及びその社会派十分、鳴らしめ援護を、 じゅくることなく独立して行動しくるを建て前とす、とされているため、合計 20mm の機関砲であるの、改良型である94式旋回税機砲1門と、合計 7.7mm の機関銃である89式旋回機関銃など8丁を装備していた。エンジンには当時としては、大馬力のユンカース製液冷、V 型12気筒エンジン、油式1型、 オリジナル名は l 八十八、出力約八百 h p を搭載していた。また五号機、六号機では安全性の向上と燃費改善等を目指して、液冷直列対抗型十二気筒ディーゼルエンジン、ユシキユモ四型、オリジナル名は、ジュモ二百四、出力約七百二十 h p を搭載した。エンジンは、大出力であったものの総重量二十五トンにもなる、機体を飛行させるには、 性能不足で、鈍重な機体、最高速度約時速 200km であった。また、機体の巨大さゆえり着陸が、他の機種に比べて、格段に難しく、着陸の際に設置を感知するための長い棒を、胴体にぶら下げるほどであり、実用機とするには、様々な問題点があった。しかも、試作1号機完成後の製造ペースは1年に1から2機と、遅く、 さらに5号機の製作中には、生産工場が火事に見舞われ、結局6号機まで製作したがその頃にはすでに時代遅れの機体となり、開発は中止とさだ。完成した試作機は実戦には参加せず、日本本土や満州で研究のための試験飛行を行うに止まったが、収穫として三菱は本機の製造に際して、大型機や全金属製機のノウハウを蓄積することになった。 対米専用に取得され、実戦には投入されず旧式化した本機であったが、その巨大な機影は見るものを圧倒するものがあり、陸軍では宣伝目的、プロパガンダに本機を積極的に利用した。1940年、昭和15年1月の官兵式には3機が自飛行を行い、また雑誌などでも紹介されるなど広く、一般に知られるようになった。その後も、 航空国防博覧会等に展示されるなどし、一機は所沢の航空記念館に終戦時まで保管されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。